続いてはこちら。この自転車 BMX という競技用の自転車です。この自転車を巧みに操り、飛んだり回転したりアクロバティックなパフォーマンスをする BMX フリースタイルパーク。この競技で活躍する養老町出身の選手がいます。自転車にかける思いを取材しました。アクロバティックな演技を披露する BMX。 養老町出身の高木俊夫さん、小型の競技用自転車 BMX の種目フリースタイルパークで世界トップレベルの実力を持っています。自分の生きがいっちゃ生きがいですけど、生きがいっていうのをもっとこう強いものっていうか、アメリカ発祥の自転車競技 BMX。 フリースタイルパークの種目はパークと呼ばれる競技用のコート内で制限時間内に演技を披露し、その難易度や完成度を競います。アメリカやヨーロッパなどで若者に人気を集めている競技です。高木選手が BMX に出会ったのは中学生の時、乗っていた自転車が壊れたのがきっかけでした。自転車が好きでジャンプするのも好きで、中学校2年生ぐらいの時にその自転車が壊れてしまって、そのきっかけで買い替えたのが BMX で、それから始まりました。その時に、あ、俺自転車これ好きや、めっちゃ面白いって、そっから人生ゴロッと変わったの。20歳の時、海外に渡り数々の大会で好成績を収めてきました。できます。現在は愛知県に拠点を移し、来年の世界選手権を前にアルバイトをしながら日々トレーニングに励んでいます。しんどくないですか毎朝？全然ないです。当たり前なんで、これは世界を取りたいと思ったら大丈夫です。一度は海外に渡った高木選手が日本に練習拠点を置くのには理由があります。一番重要なのはメンタル。それはオーストラリアやアメリカやいろんなとこ行っても、環境良くてもやっぱやる気のないやつは絶対上手くならないんですよ。で、自分はやっぱり日本で生まれて日本で育って、やっぱりメンタルの一番調子いいのが日本なので。しかし海外に比べ日本ではまだまだメジャーな競技とは言えない BMX。 練習の環境も十分ではありません。そんな中、今高木選手が取り組んでいるのが、これがまあレジージャンプ台って言って、レジージャンプ台とは転倒時の衝撃を和らげるクッションを施したジャンプ台です。制作費はおよそ200万円。日本にはほとんどないジャンプ台ですが、難易度の高い技に挑むには必要だと考え、自ら資金を集め完成を目指しています。例えば危険な技っていうのは、何回も回数を繰り返してやっと自分のものになるんですよ。でレベルが上がれば上がるほどリスクが上がってくるんです。リスク少なく精度の高い練習をするためには絶対に必要です。だから作るしかないと思って。さらに活躍の場を求めて自ら営業活動も。高木です。ちょっと申し訳ございません。よろしくお願いします。電話でお世話になります。それはいいです。その都度ロケでも
大垣市のイベントでパフォーマンスを披露することが決まりました。はい、わかりました。おめでとうございます。ありがとうございます。でも嬉しいです。やりたいなと思ってたんで全開でいきます。はい。そして迎えた当日。皆さんこんにちは。今から BMX こちらでこちらの通りで自転車を使ったジャンプのショーをやりたいと思います。高木選手のパフォーマンスに大勢の人が足を止めました。すごくかっこよかったです。あんなあの技ができるって目の前だったのですごい迫力でまた見たいですね。可能性はすごく高いんですよ、いろいろと。まあ、まずメジャーじゃない部分でこれから知られていくっていう部分でも可能性も高いし、次見たいとか、あ、もっと知りたいって思わせてこそが価値が出ると思うんですよ。こんなに熱中できたことは初めてだし、自分の武器ですね、これは。ないとダメだと思います。日本自転車競技連盟によりますと、高木選手が世界一を目指す BMX のフリースタイルパークでは、今年から世界各地でワールドカップが開かれ、来年には世界選手権が開かれることになっているということです。高木選手はまずは秋に中国で開かれる大会に出場する予定だということです。活躍を期待したいですね。ここまで岐阜スポーツナビでした。